フェスティバルの様子ドラガチェボの集い、または、グチャトランペット音楽祭は、セルビア、ジャチャク近くの、小さな町、グチャで毎年開かれる、トランペットの音楽祭である。グチャへは、セルビアの首都であるベオグラードからはバスで5時間かかる。国内外から毎年30万人を超える人々が、人口2000人強のグチャを訪れる。音楽祭に参加できるのはごく限られた。 バンドのみであり、毎年早くから予選が行われる。ぐちゃの音楽祭は、金曜日の開会コンサート、土曜日の夜の祝賀会、日曜日の審査会の3部に分かれている。金曜日のコンサートは、音楽祭の建物の入り口で行われる。この時、前年の大会で優勝したバンドが3曲演奏し、伝統衣装で着飾った民族舞踏形によって、 頃オロが披露される小さな村でしかないグチャは、トランペットの音楽祭で、国際的な知名度を得るようになった。このグチャを含む、ドラガチエボ地方のトランペットへの強い愛着は、根付いてからの激変の時代を生き延び、およそ2世紀に及ぶものである。1831年に、太古ミロシュ・オブレノビッチが軍楽隊の結成を命じたこと。この時以来、 トランペットは、木管楽器に代わって、街に深く根付くようになった。トランペットはセルビアでは、様々な場面で愛用される楽器である。場面によって演奏される曲は異なっており、土着の音楽から高速の演舞頃、行進曲、そしてセルビア南部の特色ある、チョチェクなど多岐に及ぶ。洗礼や結婚、すらば、兵士の送別、国家行事や教会行事、 収穫祭、死者への告別でもトランペット用いられる。セルビアのトランペット演奏はやがて、セルビア国外の人々にも知られるようになり、多くの人々を引きつけてきた。第1回のドラガチェボトランペット奏者の集いは1961年10月16日、聖ガウリール・ミハイル聖堂の庭で開催された。 はじめの頃は小規模なものであったが、その規模は次第に拡大し、それに伴って単にトランペット奏者だけのための音楽祭ではなくなっていった。セルビア国外からも演奏者や観客が集まり、こじんまりした教会の音楽祭であった集いは大規模な大騒ぎの祭りへと変わっていった。音楽祭を記念するモニュメントと各地から街に押し寄せた観客たち。 2001年大会では、ボバン・マルコビッチは、史上初めて、すべての審査員から、最高得点が与えられた。観客の中には、ユーゴスラビア王国の皇太子妃カタリナや、セルビアの首相ゾラン・ジン・ジッチラもいた2006年大会では、首相のボイスラブ・コシュトニツァがぐちゃを訪れ、次のように述べている。2007年大会では、8月10日に、 トランペットの楽曲とバルカン民族音楽で知られる、ゴラン・ブレゴビッチによるコンサートが行われた。関口義人、バルカン音楽ガイド請求者、日本、東京、2003年。ISBN 978から47億8727万1686。AFP、セルビアのグチャで、世界最大級のトランペット音楽祭が開催される。 2009年5月閲覧。ABCD サボールトルバカグーカヒストリー。2009年5月閲覧。AB サボールトルバカグーカヒストリー。2009年5月閲覧。サービアン・ホーンズブレアリング・フォージョイ。NY タイムズ2009年5月閲覧。ありがとうございます。